どうも、お酒は私なってかまさやんです。こんばんは。今日は2021年7月の2日でございます。本麒麟です。本麒麟飲んでます。発泡酒一番好き、このレッド、カープレッド、いいですね。デザインがうまい。しかもということで、第三国志、今日はですね、仕事休みでございました。私の仕事はまあシフト制、週休2日なんですが、やっぱり休みの日はね、無駄なく殲滅部隊、まあ、徴兵とかも含めてね、動かせるので、いやー楽しいです。1週間ずっと第三国志出たい、で、X120 がちょうどシーズンの中盤ですね。ちょうど半分ぐらいです。10日目ぐらいからずーっと戦争しています。戦争中でございます。最近レベリングせずにね、もうずっと戦地でやっております。まあ、今週は特にね、初の同盟、武勲1位、ちょっと狙える位置いるので、まあ、もちろんね、ただ武勲を狙うだけじゃなくて、その戦術戦略に合わせてね、その結構戦地がねバラバラしてるので、分隊行動してるんですけど、もうそこでも働きながら、最近ほんとね、3時4時の朝のね、朝の3時4時ね、結構稼働しております、やっぱりね、敵の動きも鈍いし、まあなんか戦争中ってね、目覚めちゃうんですよね。もともと僕は深く睡眠に入らない人間なんで、連続して4、5時間とか寝るってことはまずないです。2時間ぐらい経ったら目が覚めてトイレ行ってみたいな。そんな感じです。その時ちょっと触っちゃおうみたいな。戦争参加しちゃおうっていう。そうしてたらちょっと1時間ぐらいプレイしてる。あるあるっす。はい。ちゃんと生活リズム考えないと。はい。ということで。で、今日はですね、周年イベントについてちょっと語っていきたいと思います。はい。で、私、今画面の上にね、1周年、2周年、3周年の、まあ、内容をね、ざっくり、書いてるんですけども、リリース2017年7月31日ですね。つまり今月末には4周年を迎えるということで、誠におめでとうございます。4周年ですよね。4年もね、同じゲームをやるっていうことは僕の人生の中でもないです。ありません。ですので、やっぱり、なんだかんだ、第三国志、今大好きというところでござんしょう。まあ、YouTube もやらせてもらってね、まあ、いろんな意味でこう人生も変わってきたし、もう本当にね、感謝しかないですよ、第三国志に。本当に。ただやはり続けてくる中で、まあ、前回ガチャのこともありましたけどもね、まあ、だんだん売り上げもちょっと厳しくなってきているという中で、多分ユーザー数もね、その伸びていないと、引退者もいるということで、よりね、こう、末永くっていう言い方が一番正しいのかな。まあ、サービス終了することなくね、細々でもいいので、僕は、ね、続いていってほしいなという思いがあります。はい、4周年。で、私のこの、こっちか。この上に、5のね、5の画像があります。これが、ソットの日、中国ソットの日の4周年の記念画像なんですけど、めちゃめちゃ好きなんです。すべての画像の中でこれ、ね、一番と言っていいほどこれ好き。もう超リクソンがイケメンなんですけど。いやー、これ最高ですけども。はい。で、はい。振り返ってみましょう。で、周年イベントね、やっぱりちょっと盛り上がりに欠けてるんですよ、第三国志は。まあ、記憶にないですね。なかなか。なんかすげえことあったなーっていう記憶がそんなにない。はい。で、まず1周年ですね。1周年は、まあ、普通な感じでした。まあ、絵師勝負とかね。まあ、1周年記念勝負とか。まあ、3歳あったし。ボーナスリセット。まあ、誰のための周年イベントか。結局、譜が700配布という。で、ちなみに2周年のオフ会って書いてあるけど、1周年のオフ会もありましたね。で、私も、その東京の方ですね。東京の方に参加させてもらいました。それが一番楽しかったかな。あれが1周年イベント含まれるのか、どうかわかりませんけど。まあ、あれが一番思い出深いと。
というところでございます。東京遠征しました。2泊3日かな、あの思い出が一番大きい。それ以外1周年ないよなっていう思いがあります。まあ1周年なんでね、はい、ということで、そして2周年です。2周年の方はまずね、オフ会がめちゃめちゃ1周年と違って、1周年のオフ会って本当20名とか30名とか限定だったんですよ。で、どちらも会場も結構小さくて、まあ大阪はかなり狭かったって聞いてます。で、僕東京の方はなんかダーツバーみたいなとこ貸し切って、まあちょっと広かったんですけど、はい、まあ2周年はかなり気合い入れてました。ホテルかどっかやったんですかね。で、見てるようにすごい会場のね、装飾も派手で、でなんかプレゼント企画とかもあったみたいですけど、かなりすごかったみたいです。私はちょっと行けなかったのかな。応募すら確かしてないと思います。はい。で、ガチャローが絵師復刻が来たと、1周年のね、文が来た。まあ、大御将校がね、また手に入るぞーって感じでした。あと、宝探しっていうね。まあ、最近よくわかんない。まあ、宝探しイコール、ちょっと、まあ、玉符もらうのはちょっと手間かかるみたいな。そんな感じでございました。それ以外、ちょっと記憶ないな。はい。で、3周年です。3周年になって一番最近なのに一番記憶がないと。五感あったね、と思って。五感を震わす。多分これやってないです。なんかいろいろパズルとかあったんですよね。いろんなミニゲームからあったみたいですけど、一切やってないっていう。で、なんかそれに応じて、あれかな？プレゼント、プレゼントがあったということと、まあ、3周年勝負が、ちょっと振り返って今、ああ、そうなんだって思ったんですけども、擬革。義の核ですね。はい。私、サブアカでね、ひょこっと出てきたんですけど、義の核が実装されたということでございます。まあ、こうしてみると、やっぱり、ちょっとね、周年イベント一番盛り上がるんですよ。なので、これはね、やっぱり寂しいなっていう思いは正直あります。まず、玉符ね。玉符、配りましょう。ね、せめて、星5がまあ 5% じゃないですか。まあ、ガチャの話前回しましたけども、まあ、5% ってことはまあ20連。20連一発できるぐらいの玉配ってもいいんじゃないかな。正直思いますよ。やっぱりね、書きアイテムを配る、配布する。これはね、大切です。これが全てだと思っています。正直。そしてそれか、武将ですね。はい、武将。何かしら有用な武将をゲットできると。で、毎回周年イベントといえば、記念の餌、星子の餌もらうんですけど、私基本取っておりません。全部使います。ボックス自体もね、圧迫するし増えないし、どんどんそんな止めてたら厳しいので、使っちゃいます、私。そんな人間です。まあ、持っててもどうすんだいって話だ。はい。ですが、ガチャも、そう大したことない。大したことないガチャなんですよね、毎回。無料で10連引けるとかね。そういうのだったらめちゃめちゃ嬉しいんですけども、結局、ボーナスリセットも含めて、なんか結局、まあ、儲けるためのなんか、施策みたいな。もちろん周年イベントですから、まあ、それはいいんですけど、もうちょっとなんか、ユーザーが、なんか、嬉しいと思うようなガチャとかね。やってほしいですよ。10連、無料とかいいんじゃないですか。で、玉符を配るか、有用な武将をゲットできる。チャンスじゃなくて、ゲットできる。どっちかしかないんですよ。イベントは、もう、周年イベントは。それに付随して、なんか、こまごまなんかいろんなことをやっていくっていうのは、基本っすよ。基本っす。まあ4周年、まあ、期待はしてないです、正直。期待はしてません。で、すでにもう4周年イベントの、まあ、スタートというか、まあ、始まってますよね。4周年記念画像、本選公開投票ということ、これ、ツイッターの方なんですけども、ツイッターの方でもあらかじめ募集してたんですよ。確か6月28日締め切りだったと思うんですが、自分が、思う、なんか武将、好きな武将が何をしてるかみたいな。まあ単純な
その大喜利じゃないけど、うん、何の武将が何をしてるかみたいな募集してたんですよ。でそれがまあ画像になりますよっていう、今回ね、今回天衣で、曹操の逃走を援護する天衣と、張雲が後を抱いて曹操軍から逃げる張雲と、で劉備が桃園決議の劉備、張飛が桃園決議の張飛という、桃園決議人気です、ね。まあ、これはまあその数ある中から運営が選んで、この4つの中からさらに投票して1位になったのものが画像化されるってことなんですよね。はい、長文のこれ後のところが短期吸収のところがあるからどうなんかな、うん。まあ、劉備の投影は悪くない、まあ、劉備の僕前から言ってたんですよ、僕は3番をしてて、劉備自体の画像がなんか目が怖いじゃないですか、目がいってますよね、劉備あれもっとなんか、劉備の人徳じゃないけど、うん、まあ、投影決議の時の、まあ、投影決議ってのもあるんだけどね、今画像じゃないけど天石だっけ、そっちのあるんだけど、なんかこう人徳のある君主をボーン、懐の深いというかボーンみたいな、そういう感じのイメージした壮大なイメージと、その壮大な感じも含めて、うん、なんか要は曹操の画像今あるじゃない、正面かなんかの玉座とか座ってるのがあるじゃないですか、あれのなんか劉備版みたいなのが欲しいな、正直思ってるんで3番に多分投票したいと思います。はい、まあ、第三国志ツイッターでちょこちょこやるんですよ、ちょこちょこプレゼント企画でちょこちょこやるんで、ツイッターに、まあ登録してた方が何かしら問題がなければね、個人的にまあその好き嫌いもあると思うんですけど、ツイッター登録しとけばそこへどん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 投稿しとけばね、ある程度の確率で、ギフト券とかねゲットできるチャンスはあると思います。はい、ということで、まあ、7月31日、4周年、迎えるということで、まあ、どういう、すごい、期待はしていませんけれども、何かしら、やってくれるかな。はい。ちょっとだけ期待しておきましょう。はい、ということで、お酒は私になってません。ありがとうございました。